昨年遅咲きのブレイクを果たした女優の松本若菜が放送中の NHK 大河ドラマどうする家康に主人公徳川家康の側室阿茶の局役でレギュラー出演することが決定し、3日番組公式 X で発表された。江戸幕府初代将軍を単独主役にした大河は1983年徳川家康以来実に40年ぶり。役柄について、松本は私の印象としては強くて家康に深い愛情を持っている女性です。家康亡き後も後継陣を任されるほど家康そして徳川家からの信頼が厚く、才覚があるところにフォーカスが当たりがちですが、それだけではなく家康を側室として支えた阿茶の局の多彩な表情を深い思いで演じたいと思っています、と意気込み、古沢作品についてはどれも中毒